私たちはアリオンの言葉を演奏します。この曲はアリオンサキソフォンカルテットの遺族によって作曲された曲です。サキソフォンの魅力を生かせるバロックとポップスの折衷的な音楽となっています。私たち4人は今まで強弱やリズムなどたくさんのことを気をつけて練習してきました。明日のアンサンブルコンテストに向けてそのことを気をつけて演奏したいと思います。Thank you.
皆さんこんにちは。ブラスバンド部長の木村美希です。最初にお送りします曲は日本愛唱歌集です。この曲は紅葉の月や花、桜など親しみのある曲ばかりで、明治、大正、昭和とこれまで歌い継がれてきた曲がメドレー形式で作られています。聞き覚えのあるメロディーが詰まった曲なので、皆さんに喜んでいただけると嬉しいです。2曲目に演唱します曲はディズニーアニメ映画リトルマーメイドのメドレーです。アンダーザシーをはじめとするリトルマーメイドの世界観を覗ける曲です。多くのメドレーがゆったりとした曲調で終わる中、こちらのメドレーは軽快なアンダーザシーで締めくくるすっきりしたアレンジとなっています。それでは2曲続けてお聴きください。Thank you.
この曲はフュージョンサウンドで人気のあるグループザ・スクエのヒット曲です。この曲ではクオリティの高いフュージョンサウンドやサンバのノリが楽しめる曲となっています。皆さんもぜひ手拍子をしながらお楽しみください。それではお聴きください。